はい。今回の動画は、Excel で作成したファイルを保護する方法をご紹介します。で、Excel ではですね、作成した、ね、大事なデータなんかをですね、他の人にね、編集されたりとかしないように保護することができます。で、まあ、この保護の方法は、ね、いくつかあるんですけども、まあ、今回の動画ではですね、このシートごとに保護するやり方と、あとブックごとにですね、保護するやり方、こちらの2つをね、解説をします。 それではね、まずシート単位にですね、保護する方法なんですけど、じゃあ例えば今こちら開いてるね、このシート1、このシートをですね、保護したいよということであれば、まあ、こちらのシートをね、開いてる状態で、この上の高越っていうところですね、この高越タブのところ、こちらをクリックします。はい、そうするとこの中にこのシートの保護という項目がありますんで、こちらをクリックしてください。 はい、えー。そうするとね、このシートの保護っていうウィンドウが開きますんで、まあ、まずはね、このパスワードですね、シートの保護を解除するためのパスワード、こちらをですね、入力をしてください。まあ、これはご自身でですね、何かわかりやすいパスワードを入力をしてもらえればと思います。で、えー、次にですね、このシートとロックされたセルの内容を保護するというところですね、まあ、ここにチェックをつけます。で、あとさらにこの下にですね、このシートの全てのユーザーに許可する操作ということで、えー、まあ、通常はですね、このロックされたセル範囲の選択、あとロックされてないセル範囲の選択っていうね、まあ、こちらの2つがチェックをついてますんで、 あと、それぞれね、この書式設定とかね、まあ、この辺ですね、この保護していてもですね、この編集できるところをね、チェックすることができますんで、まあ、特に何もなければ、この上の2つだけをね、選択をつけておいてもらえればいいと思います。で、この状態で OK をクリックします。はい、そうするとね、パスワードをもう一度入力をしてくださいということで、先ほど入力したパスワードをもう一度入力をして OK をクリックします。はい、そうするとね、この状態でですね、このシートがね、パスワードを入力をしないとね、編集できないような状態になります。 で、次にですね、ブック全体ですね。まあ、今こちらのファイルで言うと、このシート1からシート4まで、これ全てを保護したいよって言ったときは、まあ、同じく公益タブの中にある、今度はこのブックの保護という項目がありますんで、こちらをクリックします。そうするとね、このパスワードをね、入力をする画面が出てきますんで、ここでもパスワードを入れて、え、このシート構成というところですね、ここにチェックがついているのを確認をして、OK をクリックします。 そうするとね、もう一度このパスワード入力画面が来るんで、ここでパスワードを入力をして、OK を押すと。はいまあ、これでですね、このね、シート1からシート4まで、このブック全体を保護することができるということですね。といったことでね、この Excel でですね、このファイルを作ってですね、まあ、そのね、データが非常に大事なデータの場合で,で、さらにね、このパソコンが他の人に見られる可能性があるね、パソコンなんかの場合はですね、こちらのね、このシートの保護、まあ、もしくはですね、このブックの保護、まあ、こちらでですね、保護をしといてもらえるといいかなと思います。 それではね、今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。